どうも、レウンゲーム TV です。今回は、あつ森、色反転実験シリーズ。スイッチ本体には、ゲームを遊ぶ時の色合いを反転させられる機能がありますが、反転させた状態で花火大会をプレイすると、どんな感じになるのか実験してみました。全体的に白い。早速広場へ行き、花火を見上げると、真っ白な空に浮かぶ黒い月と舞い上がる漆黒の花火。世紀末みたいになってる。花火の種類によっては毒が散布したみたいになってる。光るアクセサリーはもはや光を失って闇落ちしている。ではこの状態で置き花火を起動するとどうなるのか。もはや花火ではなく暗黒の闇を放つ筒になっている。そして手持ち花火で漆黒を噴射する住人たち。なんだこの会場。ではこの状態でツタンカーメンで転んで景品のタピオカドリンクをこぼすとどうなるのか。謎の紫色の液体をぶちまけた。アイスに至ってはもはや何味かわからない青黒い色をしており、綿飴は燃え尽きた炭みたいになっている。カオスすぎる。以上、色反転で花火大会を遊んでみた実験企画でした。